どうもショーティブです。ヨレです。おはようございます。本日はコントロールをアップしよう。イエーイ。はい、というわけで本日はピッチャーですね、コントロールを上げる方法をお伝えしたいなと思います。はい、まあ上げる方法というかコントロールを良くするための練習法を教えていきます。めちゃめちゃ簡単ですよ。もう誰でもできます。誰でもできるコントロールが良くなる方法を今回は教えていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、ではまずですね、はい、ラガーズこの間参加させてもらったんですけど、はい、まあピッチャーの子いたじゃないですか、何人か、はい、あの、まあ、ファーストとかサードで見てましたけど、はい、まあまあコントロールが悪いこと悪いこと、一番まともなのが僕っていうだったね。俺はもう良平が一番これエースなんじゃねえかと思ったぐらいまあそんなわけないんですけど、まあまあまあ、今回その子たち目線ですよ。まああの子たち以外にも絶対いると思うんで、まあ、コントロール悩んでる子絶対いると思うんで、まあ、そういう子たち用に、はい、今日はコントロール良くなる方法、うん、教えたいと思います。でコツとしてはやっぱさ、リリースポイントとか そのリリースポイントを分かっていない、分かってないから高めに行くんですよ。あとはこの軸とかブレてるから、うん、あっち行ったりこっち行ったりするんですよ。はいはいはい、はい、軸をぶらさないってことはまあ力の入れどころも大事ですけど、まずはあの近くから投げましょう、はい、近くから投げてそこでストライクちゃんと投げれれば離れてってっていう風に今回はちょっとやっていきたいんですけど、はい、まあ後ろにエガがいるんでエガに向かってまあ投げていく感じでやっていきます、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。やっていこうやっていこう、はい、はい、まずはですね近くから投げていって、はい、ストライクが投げれるかどうか、はい、まずそれがまず最初の練習です。はい、はい、近くからまあキャッチャーを座らせてそれで入るかどうかですね。はい、で入ってきたら徐々に離れていく、うん、うん、ってやっていきます。はい、で一つあの大事なことはしっかりと指先はしっかりスナップトロすること、うん、しっかりふわーっと投げて入っても意味ないんで、はい、試合の時はしっかり腕を振ると思うんで同じような、まあ、本気とは言わずに、まあ、スナップスローはしっかりやって投げていって、うん、ストライクを投げていく、はい、まず両平いってみましょう。はい、はい、じゃあ両平いきまーす。なんかお気に入ってる感じすんな。マジですか。そこそこピュッと。真ん中真ん中。今ちょっと抜けてる感じがするんで、はいはい、前で、はい、はい、これである程度コントロールがまとまってきたらちょっと離れていく、はい、いいですね。キャッチャーの右膝、そう、低め低め、そう、低め投げる、そしてしっかり腕を振るというか指先のスナップはしっかり行っていく。 OK。 そして、はい、足を開いて投げる時の幅よりちょっと狭くてもいいけど、はい、で左足はちゃんと投げる方向に向ける、その状態であの前後ろ前といった感じで体重移動を行っていって投げると、前で離すイメージね。前で離さないと多分、まあ、反動を使って前で離さないとどんどん行かないんで。そうだ、いいよ、1、2の、あー浮いた。そうで、これは球浮かないと思うんですよ。もともともう低い姿勢、もうなんてトップの状態っていうんですか、うん、なってるんで、これで球浮いてるともうリリースがもうアウトなんで、はい、はい、前で離す、前で、そう、そう、これもキャッチボールからできると思うんで、キャッチボールからこれはやった方がいいと思います。といった感じで、はい、まあそんな難しいことじゃないと思います。そうですね、しかも下半身の強化になるので、そう、コントロールですね。それでちゃんと、はい、ちゃんとした距離に、はい、
で、まあコントロール良くなる方法、まあ体的にね、フォーム的にはこれですけど、体的にはやっぱりね、ランニングっすよ。うん、長いランニングを行うことで下半身がしっかりしてきて投げれる。まあ冬ですしね。そう、あの体がしっかりしてくるとこうブレなくなるんですよね、軸がね。はい、だからしっかり踏み込んでもブレないからコントロールが良くなると。はい、はい、それがすごい大事なんで、はい、まあ僕もね、ちょっとあの最近太りすぎたんで、そういう意味でねランニングしようかなと思ってるんですけど、はいはい、まあそれと同時にまあ痩せるプラス軸がしっかりしてくると思うんで、はい、はい、これはいいのかなと。そうですね、いい練習かなと思うんですけど、まあ今見てる人は、まあ、僕と同い年ぐらいか、うん、ちょっと下ぐらいだと思うんで、まあまだまだ多分ね成長したいと思ってる人たちだと思うんでね、うん、はい、はい、これ見て練習してもらいたいなと思います。はい、はい、本日はコントロールアップの方法として3つご紹介しました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たんです。マジいつの間に、まあさらっとだってよ、だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、もう右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですね、下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです、なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから、ぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい別から自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうですね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたね。はい、じゃあこれ、はい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平TVの、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉。